奥の部屋大丈夫かな。セーブポイントあんのかよ。まあいいや、金はあるからな。まあな、手分けして探そう。どうした、何か。あった。何あった。え、うん、なるほどね。ああ二つに割れたスフィアなんてどうして取ったのか不思議だったけど、あいつらスフィアの片割れを探してたんだね。大当たり。そう、宝箱あるよ、宝箱。だんだん苦労して集めたんだよ、ヌージの旦那のためにね。おお、指一本触れさせるもんかい。お前たちやっちまうよ。えい、魔女。早く来やがったか。さっきボコボコにされたばっかしだがな。よし、また盗んでやれ。ダラボ勝負。よし、はい、別れはいつも切ないんだ。なかなかやるじゃねえか。悪いね、いただくよ。エリクサー、よし。準備は完了。どうぞお嬢。どうしようかな。わーお、なんかすげえの使ってきやがった。うおおおおお、なかなかやりやがる。反撃開始。反撃反撃。よーし、よっしゃ。他は何かあるか。もう持ってねえか。どれや、一斉攻撃。よっしゃー、まあやるか。ここなら悲鳴はどこにも届かないな。ちょっと待っておくれよ、あのスフィア見せてやるから。見せてやる。どうぞご自由にご覧ください。ういー、ミッションコンプリート、レベル2終了しました。よし、うー、オッケー。なんだ、暗くて見えないぞ。これはこの前で殺されなかったか。うわ、すごっ。あ、まだミッション2終了してないわ。あと一つあるわ。
まあ、まだまだ終了してない。あと一つある。存在ベグナガンだよ。撮影地点も解析済みさ。どうやらベベルの地下らしいね。昔も今もベベルは隠し事だらけか。その通り。エボンの奴らは大昔の兵器を隠し持っているってわけさ。こんなものが使われたらスピラの一大事だよ。うん、機械なんでしょ。ちょいちょいって分解するとか壊すとかすればいいんだよ。ヌージの旦那はその気だよ。旦那が言うならもちろん私もね。で、あんたは？私？シンを倒した召喚士ならスピラの立ち上がらなきゃ。うん。じゃあ私らは仲間ってことだ。先行って待ってるからよろしく。まず決まってるだろ。あんたらの飛空艇さ、あれで飛んでみたかったんだよね。乗るのか。勝手に決めるな。真が消えて何節が来て平和な日々がずっと続くと思ってた。永遠の何節信じて疑わなかったけど、その危うさに初めて気づいた。さあ帰ってきた。誤りがあります。あと一つミッションがあります。レベル2最後のミッションは、もう一つあります。間違えちまった。これで最後かと思ってた、さっきので。どうだ。とにかくまずはレベル直行だよ。飛空艇発進。ユナ、どうする。スピラを救いに出発だよ。うん、はあ、ユナんだね。雰囲気に飲まれやすいんだよな。ベベルにはたくさんスフィアがあるはず。それをこっそりいただきます。はいはい。何さ、めんどくさい性格だね。よし、これが最後、これが本当の最後だな。強制的です。立ち寄れる、戻れるかな。飛空艇まで戻れるかな。そうすればあとオートレベル上げし しときたいんだけど。えらいやつを踏んづかまえる。これだね。で、メグナガンのところへ案内させればいいのさ。なるほど。ターゲット決定。新エボン島議長バラライ。おとなしいヤサ男だ。護衛なしでは何もできまい。それが結構強いんだよな。お迎えだよ。お前たちは青年同盟の回し者か。キリカのようにはいかんぞ。いきなりか。じゃ、あとは頼んだよ。え？じゃあって。おい、いきなり、いきなりバトル、いきなりバトルだ。軽いね。ミッションスタート。なるほど。何撃ってくれと。全部持ってるな。よし、全部持ってます。いけ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 。
まあとりあえず